今日4月10日の桜情報をお伝えします。秋田で桜が開花です。秋田地方気象台は今日4月10日桜の開花を発表しました。平年より7日早く、昨年より6日遅い発表です。また山形と富山では桜満開の発表がありました。富山は平年より2日遅く、昨年より14日遅い満開、山形は平年より8日早く、昨年より5日遅い満開です。秋田のウェザーリポーターからは、今日の日差しでつぼみのピンクも鮮やかに、もう少し暖かさが続けば間もなく開花かなと報告をいただいています。他にも花びらが見えたという報告がたくさん届いています。北日本や北陸では昨年よりは遅いものの、平年よりも早い開花のところが多くなっています。東北北部にも開花前線が進み、これからの見ごろが楽しみです。最新の桜情報はアプリウェザーニュースからもご確認いただけます。